イネス・アリマーダス・ガルシアは、スペインの政治家、弁護士。2020年3月よりシュータダンス、イコール市民党の党首を務めている。2012年から2019年まで、カタルーニャ自治衆議会議員を務め、2015年の衆議選では、CS の自治州首相候補として選挙を戦った。スペイン語、カタルーニャ語、フランス語、英語を操る。 イネスは、サラマンカ圏のサルモラル出身のルフィのアリマーダスと、イネスガルシア夫妻の間の5人兄弟の末っ子として生まれた。60年代の間、一家は、父親が働いていた、バルセロナの科学警察と弁護士事務所近くのテトアン、広場の近くで暮らしており、その頃、第一子を授かった。1970年一家は、カディス県のヘレスデラ・フロンテーラーに移り住んだ。 ルフィーノはデスカルソス通りに自身の弁護士事務所を開設し、また1979年から1983年の間には民主中道連合から自治体議員となった。イネスはヘレスのカトリック系のヌエストラセニョーラ、デルピラール学校で学び、そこでは演劇のクラスも受講した。当時は考古学者になることを夢見ていた。 また両親がヘレスに転居する前に住んでいたバルセロナについて大いに興味を抱いており、カタルーニャ出身の同級生からカタルーニャ語を教わるほどまでであった。そして FC バルセロナの熱烈なファンでもあった。18歳の時にセビリアに行き、パブロデ・オラビで大学で法学と経営学を学んだ。また、エラスムスプログラムでフランスのニースに行き、 そこのアンスティチュでプレパレーションが得るアドミニストレーションやらジェスチョンで経営管理と国際ビジネスの大学院コースで学んだ24歳で学位取得後石油化学企業のマットグループの品質管理部門の担当として1年半働いたその後6年間バルセロナに本社がある DRF で営業及び戦略のコンサルタントとしての実績を積んだ その間27歳の時にバルセロナに転居した。2010年を女友達とルメア劇場で行われたシウタダンスイコール市民党の行事に参加、そして翌年同党の青年組織のスポークスパーソンとして同党に入党した。2012年 DRF を退職した後にバルセロナのトーリスト第4位に抜擢され、第10回カタルーニャ自治衆議会の議員に選出された。 まず、スポークスパーソン補佐と、衆議会の企業と雇用委員会における等、代表委員を、はじめ失業対策委員会平等委員会、青年委員会科学と技術諮問委員会、スパンエアー倒産に関する調査委員会などで委員を、歴任した。また、ローカルレベルから、自治州及び全国レベルまで様々な今日の政治についてのプログラムや、あるいはメディアに、パネリストとして参加もしている。 EU の地域委員会において、欧州自由民主同盟により送られる指導者賞の2014年ヨーロッパ青年部門の第二位に選ばれた。2015年6月衆議会会派代表に選ばれた。また、2015年9月27日の2015年衆議会選挙では、自治州首相候補となり、同選挙で、 CS は25議席を獲得し、野党第一党となったため、与党と対峙する野党代表となった。2019年2月に会議会へ立候補することを表明し、4月の総選挙で会議員に当選をした。同選挙ではスペイン社会労働党が第一党となったが過半数を得ることができず連立協議にも失敗したため、11月に再選挙が実施されることと、 なった。この再選挙で CS は大きく議席を減らし、その責任を取ってアルベール・リベラは代表を辞任した。2020年3月、リベラの公認の CS 代表にアリマーダスが選出された。ありがとうございます。